川原陽一から1926年12月17日は、日本の武士、薩摩藩士、海軍軍人、海軍兵学校長。官位は、海軍中将生4位、軍三登校4級。薩摩藩士、川原樹介の息子として生まれる。1871年9月、海軍兵学寮に入り、1874年11月、同校を卒業し、 海軍省尉保に任官。その後、ドイツに派遣され、独巡洋艦、ビネタ、ライプツヒに上官し、その間の1877年6月、海軍省尉に任官。翌1878年5月に帰国した。1883年11月、畜子副長となり、横須賀トン永在勤、高地保開港委員長を経て、1886年4月。 海軍少佐に昇進し、同年5月、高千穂副長に就任。同年12月、清照艦長となり、山と艦長心得、海軍参謀部第一回を経て、1890年9月、海軍大佐に進級し、海軍参謀部出資となった。1890年10月、イギリス公使館付部館に発令され、建造・戦造兵監督官を経て、防護巡洋艦。 吉野の開港委員長を務め、1893年6月、吉野艦長に就任。日清戦争時、同艦長として出征し、坪井渡る三機下として、豊島沖海戦、航海海戦などに参戦した。1895年6月、軍令部、第二部長となり、1897年12月、海軍省将に昇進し、常備艦隊司令官となった。 1899年1月、海軍兵学校長に就任。1903年7月、海軍召喚会議議員となり、同年9月、海軍中将に進むと同時に退命。翌1904年9月に休職し、1906年9月5日、予備役に編入となった。1913年5月28日、交尾役となる。 1915年5月28日に退役した千葉県調整郡市松村892ありがとうございます。